未知なる新たな技法への挑戦。これは心が躍るな。人の営みはいつも予想を超えてくる。断りの管理者とて全てを理解しているわけではないのだな。早起きは大変だけど、日々成長するために朝のレッスンも頑張りますよ。あの剣のさえ身のこなし、今の私では止められないかも。もっと鍛錬しなきゃ。もっともっときらめくためにも、どんなことにもドーンとチャレンジです。自分のために強くなるんじゃない、この町に暮らす人たちのために強くなるんだ。誰かを頼ってばかりじゃいけないよね。僕自身が強くならなくちゃ。彼女をあらゆるものから守るためなら何だって受け入れてみせる。100年の歳月を眠る私にもできることはあります。め、スターになるために。100年の歳月を眠る私にもできることはあります。目覚めの時まで心の火を絶やさずに待ちましょう。あの人の花嫁になるのは私。天の中央で輝き、すべてを照らして豊穣を授ける。それが太陽神としての務め。あの時交わした約束が私たちの未来。よし、もっと家事の腕を磨くよ。お稽古の前はしっかり柔軟。誰とペアを組もうかな。この命、自分だけのものじゃない。だから大事にしなきゃ。考えることで人は強く、しなやかになれるのだ。歌うコツ？それは届けたい相手に心を込めて歌うこと。俺様に何か用かにゃ？何？俺様に教えを請いたい？いい心がけにゃ。学ぼうとする姿勢は大事だにゃ。このか、俺様に何か用かにゃ？何？俺様に教えを請いたい？いい心がけにゃ。学ぼうとする姿勢は大事だにゃ。このかけがえのない人生こそ人が持つすべて。もっともっと私らしくきらめくために。私は高間ヶ原の巫女ひふみ。古き神よ、どうか我々に道をお示しください。ほう、ここが錬兵場か。私も修練を積ませてもらおう。月光がそなたの道しるべとなるだろう。ほう、俺の変装を見破るとはなかなか見どころがあるやつじゃないか。どうだ、俺の部下にならないか。何事も基本が大事なの。さ、始めましょう。重視の4人を相手取るなら自分も強くないとね。さあ、今宵は誰の血でこの渇きを癒そうか。強くなりすぎるのも考えものね。退屈な戦いはごめんだわ。恋人たちの絆の深さ、あまり甘く見ないことね。特別なレッスン？いいじゃない。張り切っていくわよ。銃の手入れだけはてめえでやらねえとな。暴発して腕なんぞもげたら目も当てられねえ。
もう一度フローラとクレールに。さ、稽古よ。勝つためならどんなミッションだって完遂する。穏やかな日々は捨てたの。なんだってやってみせるわ。